今回は前回からの続きものとなります。今回だけでも楽しめますが、前回もいるともっと楽しめます。さて、前回のあらすじを簡単に。その昔、神がかった試合を見た国の、すごい遺跡を訪れて、中東の荒野を1時間ほど移動して、しつこく手続き待ちです。旅行時期は2014年の5月になります。この国境は、ヨルダン川の名称はキング・フセイン橋、イスラエル側はアレンビー橋という名称になっています。橋というだけあって、当然ながら川にかかっているわけなのですが、川の名前はヨルダン川。そう、ここはニュースでもよく出る地名、ヨルダン川西岸地区になります。ここからヨルダン出国、イスラエル入国をする場合、ちょっと普通の国境とは違いますので、少し古い情報になりますが、ウプ主の体験談を次のパートでお伝えします。まずはヨルダンの出国手続きですが、荷物を預けるためのタグと、出国印が押された紙が渡されました。つまり、パスポート本体にはヨルダン出国印は押されていません。この後は出国予定者は全員バスに乗せられて移動でした。こちらの写真は、そのバスの中から国境をこっそり撮った一枚です。バスに揺られて15分ほどすると、イスラエル側の国境に到着します。ここで荷物のタグを渡して、自分の荷物を回収します。イスラエル側の入国手続きでは、英語でいくつかの質問がされます。質問内容は人によっていろいろですが、ウプ主が聞かれた質問は、イスラエルでの滞在先、何日間滞在か、というよくありそうなことから、なぜか、タイ行ったことあるという謎の雑談までありました。この質問は英語ができなくても構わず英語で聞いてくるようなので、最低限の受け答えぐらいはできるようにしておきましょう。無事に審査が終わると、こんなカードをもらいます。個人情報が盛りだくさんのため、加工しまくりですみません。よく、イスラエルのスタンプがあるとアラブやイスラム系の国で支障が出る、という記事をお見かけしたのですが、このカードが発行されるだけで、パスポートにイスラエルの入国印は押されていません。写真の通り、2014年のお話なので、最新の状況は必ずご確認ください。当然ですが、ヨルダン川でもらった出国印の押された紙と、このイスラエル側の入国カードは、なくしたらどえらいことになります。厳重に保管しておいてください。さて、入国審査が終わり、イスラエル旅行の始まりです。実はこの旅行なんですが、同行者の知人の方が、イスラエルに住んでおり、わざわざ国境まで車で迎えに来てくれるというチート技を使っております。この場を借りて、改めてお礼を申し上げたいと思います。最初の目的地は写真にもある、こちらです。ヨルダンとイスラエルの国境にある海、正確には湖ですが、かの有名な視界ですね。周辺には有料のビーチ施設から、無料のビーチまで多数存在します。有料施設の場合は、シャワーや体に塗る泥を用意してくれます。準備が整ったところで、視界にルパンダイブしてみました。写真の通り、うつ伏せでも浮くことができてしまいます。なお、前日のペトラ遺跡で切り傷ができていたため、この直後からウプ主は激痛にもだえ苦しみます。視界の塩分濃度は、通常の海水の約10倍ですからね。視界を堪能した後は、知人の車でテルアビブへ。イスラエルは首都をエルサレムと主張していますが、国際社会はこれを認めておらず、各国の大使館などはテルアビブにあり、事実上の首都とみなされています。この旅行の2ヶ月後に、ガザ侵攻という紛争が起きるのですが、この時はそんな雰囲気は微塵もなく、気軽に散歩できるくらいでした。テルアビブは地中海に面しているので、こういった景色が広がっており、ザ・ヨーロッパな感じを味わえます。街中の表記はヘブライ語が多いですが、ほとんどの方が英語が通じます。なお、物価はウプ主がこの時に住んでいたシンガポールよりも高いです。テルアビブの知人宅で2日ほどのんびり過ごしてから、聖地エルサレムへと移動します。エルサレムの見どころの旧市街はこんな感じの作りになっています。ウプ主たちは、先ほどの写真のシオン門から入りました。目的地は、有名な嘆きの壁です。その道中で撮った一枚がこちらです。写真中央の岩のドームの目立ち具合がすごいですね。あまりに長蛇の列だったので、並ぶのは断念いたしました。その後、嘆きの壁に近づいて、改めてもう一枚。アサシンクリードというゲームで見た、中世のエルサレムの映像そのまんまでした。先ほどの広場を奥の方まで行くと、目的地の嘆きの壁に突き当たります。真剣にお祈りする超正統派と、ウプ主を含む、記念撮影をする観光客が入り乱れています。こちらでは観光客でも、キッパというユダヤ教の聖地に入るための帽子を貸してくれます。これを被る必要があるのは、男性のみとなっております。
嘆きの壁で記念撮影をした後は、イスラム教徒の地区に入ります。ここからだと、岩のドームまで誰も並んでいなかったのですが、警備のおじさんから、ここから入っていいのは、イスラム教徒だけだよ。と止められてしまい、仕方なく写真だけ撮らせてもらいました。その後は、キリストが最後に十字架を背負って歩いたと言われる、ビアドロローサと呼ばれる苦難の道をたどりつつ、エルサレムの新市街へ抜けていきます。新市街は、世界遺産に指定されている旧市街と異なり、現代的な街並みで、西エルサレムとも言われています。石畳の道路を見ると、ヨーロッパの雰囲気を感じますね。新市街でもユダヤ教の超正統派の方々を見かけることができます。日本ではなかなか馴染みがないかもしれませんが、宗教が日常に完全に溶け込んでますね。2011年から新市街では路面電車が開業していて、伝統と新しいものの融合も進んでいます。市場などは昔からの建物を利用していて、余計な手を加えすぎていないので、エルサレムの街中にあった、このアートの気分が味わえますね。なお、この時にちょっとした事件がありました。どなたかが忘れていった紙袋が、危険物とみなされたようで、事態が判明するまで、街中がざわついていました。先ほどの写真は、この騒ぎに対して全員がやじ馬となっている様子でした。この時は、ただの勘違いで終わりましたが、エルサレムはいわゆるパレスチナ自治区の中にある街なので、この時本当に何かあった場合は、とんでもないことになる可能性もありました。はい、今回はヨルダンからの陸路入国、イスラエルの観光地紹介でした。この後にまた陸路でヨルダンへ入国、その後ヨルダンから空路で帰国です。中東はいろいろな情勢によって、旅行ができない可能性もあるので、この時は無事に終わったという、安堵感が強かったです。ただ、改めて振り返ってみると、行けていない観光地が気になったり、行く前に少し勉強しておくべきだった、と反省すべき点が見つかりますね。特にこういった歴史的に複雑な背景を持つエリアの場合は、予習がいりますね。例のウイルス明けに、ヨルダン、イスラエルを旅行したいと思った方、エルサレムの歴史や、キリストについて、簡単にウィキペディアだけでも見ておくと、満足度が上がると思います。さて、旅行動画のストックが残り少ないので、来週からもまた海外移住についてのお話です。また少し先の回でお会いしましょう。この動画が面白かった、参考になりそうだという方は、チャンネル登録や高評価をお願いします。それではまた、次の旅行動画で。ご視聴ありがとうございました。